はい、こんにちは、ジャムです。今回はデッドバイデイライトモバイルをねやっていこうかなと思います。ということでね、まあちょっと今マッチ中ですね。さあ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 、まあいつも通りねドワイト・フェアフィールド、でやっていこうと思います。さてどうだ、そろそろマッチしてくれまいか。33、まあだいたいねなんか40秒ぐらいで人が揃うイメージがあるが、どうでしょうか。あ、40過ぎても揃わないね。さてさてさて、まあちょっとね待ってる間いつもね喋ること特になくなっていくっていう感じではあるんだが、1分超えても集まらないね。1分超えても集まんないとね、だいたい1分10秒ぐらいまでかかる、15秒ぐらい。さあどうだ、なんか今日本当にどうだ集まらないか、集まらないね。これ集まってから撮り始める方がいいのかな。どのタイミングでね録画を始めるかっていうね話がちょっとあるかもしんないね。これなんか今日妙に遅いね、本当に。お、1分半ぐらいかかった。ちょっと今最後の瞬間見損ねたけど、フェンミンジェイク・パーク、ほー。さてさてやっていこう。恋人のポストカード、白の魔除け、ミルクティー。さてさて、行きましょうか。ちょっとねロードも長いな。ロード中に喋ることいつも言わない。用意しとけばいいんだけど、してないからね。まあ、頑張ってね、生存目指してやっていきましょう。そうだな、まあ、どんな、殺人鬼とね、当たるか。そこがね、毎回ドキドキですけど、頑張っていきましょう。まあね、なんて言うんだろうな、結構さ、自分で動画上げたのをチェックしてみて、おすすめにね、デッドバイデイライトの動画がね、出てくるようになったんだよね、他の人の。そういうのをね、まあちょっと見ちゃうと、なんて言うんだろう、怖さはなくなっちゃうかもしれないなと思って、ちょっとなるべく見てはいないんだけど、さて、とりあえず近くに一人いる、合流してみよう。お、なんかちょっと心臓の音がちょっとだけした今。どこから来る？まずね、やば、なんかドクドクしてる。あいつか。怖っ、最初に見つかってしまったか。とりあえず逃げよう。今のはどういうやつなんだろう。その辺もちょっと分かってないから、とりあえず距離を取ろう。ちょっとこのトーテムってやつがね、何なのかよく分かってないんだけど、たまに置いてあるんだよね。まあ破壊できるみたいなので破壊しておきましょう。はい、壊した。あ、
あそこに味方いるね。これは一緒に修理しようか。オッケー。もう治りかけだったみたいだ。あと3台、1人負傷。ちょっとドクドクし始めた。どこから来る？あっちか。あと3台。あそこでやられているってことはあの辺にいるんだな。追いかける側も。ちょっと建物の中にいるみたいなので、建物の外のね、発電機をしたいけど、この辺にないな。あ、吊るされた。近くにいる。助けに来ないで。とりあえずこれ発電しよっか。さあ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 、とりあえず修理をしよう。あれ、立ち上がっちゃった。ちょっと間違えて今画面触っちゃった。とりあえず頑張ってこれ直そう。あーっと、しまった。大丈夫かな今ので。なんか心音がしてきたから一旦離れよっか。怖いな。うわ、来た。ちょっと待って、これでいいのかな。ちょっと距離を取ろう。あそこにいるのは分かった。ただなんか挙動不審だからあんまり操作に慣れてないような気もするな。まあ俺も慣れてないんだけど。小屋の中には発電機なしか。ん？近くにいるらしい。あと2台か。これは？直ってない。これ直そう。あそこにいる。怖っ。でもバレてないよね。バレてないね。あそこで見てるけど。いや、バレたわ。逃げよう。
うとこもね、なんか飛べるようになっときたいなっていう気持ちはあるんだけど。あと1台になってる、いつの間にか。今どこにいるんだろう。さっきあそこにいたけど、ちょっとドクドクしてるけど、こっちに味方いるから、こっちは大丈夫なんじゃない。もう一つ発電機どこにあるんだろう。あれでもドクドクしてるな。どこにいる？あそこにいるのか。あっちだな。キョロキョロしてる。奥。さて。どうするかな？ちょっと近づきたくはないが。あ、通電した。よし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 。開けよう。ここか。さあ。ちょっと待って。どこにいる、このドクドク。大丈夫か？あ、多分向、ん？開いてないよね。向こうが開いたんだ。こっちも開けたいな。ちょっと待って、もう一つの出口ってどこなんだ？あ、でも味方があそこにいるな。あ、今いた。ちょっと待って、開けて。あ、オッケーオッケーオッケー、逃げよう。まだなんかやることあるの？ちょっとわかんないな。逃げます。今回の追いかけてくる人はなんとなくね、慣れてないような気がした。ああ、そうだよね、きっと20になってるから慣れてないんだろうね。まあ俺も16だから。ああ、でもなんか1の人がいる。なんかすげえ上手い人が一人混ざってたのかな。まあいいや。じゃあ今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。